界は今、ジェトログローバルアイ。日本から中国へ最も近い貿易の入り口と言われている都市大連。日本語能力試験を受験する人の割合も多く、中国国内でこの数年1位となっているほど、日本と非常に友好的な関係を築いています。今回は大連を通して中国では今どんな日本製品にニーズがあるのかレポートします。中国東北部最大規模の国際貿易港を有する遼寧省大連。冬でもほぼ凍結せず水深が深いため、大型船も入れる物流の要だ。今回現地リポートをするのは、世界は今をご覧いただいている皆さん、こんにちは。ジェトロ大連のガオです。大連はですね、日本から一番近い中国の港とも言われておりまして、年間はですね、3億トンを超える貨物の取扱量を誇っております。いわば物流の玄関口なのです。大連は貿易をはじめ金融業や観光業などが盛んな都市。ここはかつて多くのロシア人が住んでいた通りだ。今も当時の雰囲気を残している。都市開発がパリをモデルに進められた大連は、中国国内でも有数の異国情緒あふれる観光都市としても知られている。大連の副都心と呼ばれるシーアン宮は、大型のショッピングモールが立ち並ぶ若者に人気の街。最新の流行が集まる活気あふれるスポットだ。こちらは金華街。通りには日本語で書かれた看板がそこかしこに。こちらのエリアの周辺には日本企業さんがたくさん集まっています。私も着任当時びっくりしたんですけれども、一瞬ここ日本かなって思うぐらい日本語が飛び交っていて、日本人のビジネスマンにとっては、とても仕事しやすい環境だと思います。現在新型コロナの流行は落ち着いているが、以前はもっと多くの日本人でにぎわっていたという。ここは金華街から一番近い地下鉄の駅になっております。ちょっとここでですね、皆さんに地下鉄のホームの様子をご覧いただきたいと思います。中国語と英語のアナウンスの後に、なんと日本語のアナウンスも流れている。これは中国全土でも珍しい特徴だ。先ほどの金華街から15分ぐらい歩いてきました。次にご紹介したいのがこちらのパン屋さんになります。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。日本語で迎えてくれました。実は大連ではこのようにふっと入ったお店でも日本語ができる方がたくさんいらっしゃるのです。とてもいい匂いですね。ありがとうございます。2019年にオープンした青森ベーカリー。店名の青森は日本の青森県のこと。オーナーの張さんは2009年日本企業の研修生として青森に行った際、日本のパンと出会い運命を感じたという。その後3年間パン作りの修行をし、出身地大連でこの店をオープンした。実は中国では主食といえば北はお饅頭、南はお米というイメージがあったんですね。で、私の子供の時なんかも全くパン屋さんなんか見かけたこともなかったんです。なんですけれども、最近は大連の街にもたくさんのパン屋さんが増えてきました。地元客でにぎわう店内には、独自の天然酵母を使用したパンがおよそ30種類。那我们这里卖的比较好的是哪几款呢？我们卖的最好的面包是这款全麦吐司，也是主食面包之类嘛。その味は？とても美味しいですね。玄米の香りと味わいでとても癖になるお味だと思います。
后来我们把像一些日本的像玄米吐司啊一些更加主食的面包带到生活中之后呢，客人觉得他每周可以买很多次，然后给家里人更健康的生活跟早餐。谢谢，非常感谢。谢谢你。時代とともに消費者の意識が変化してきた中国。そうした中で売れている日本の食品を探しにショッピングセンターにやってきた。地下には大型の食品スーパーがある。1998年に日本のマイカルと大連の小売企業が共同で創業。今では大連の企業による経営となっているが、地元では日本の食品が揃うスーパーとして親しまれている。扱う食品は中国国産のものがおよそ5割で、残りが輸入品だが、そのうちの半分ほどが日本産。並んでいるのは中国全土でも販売されている人気の商品だ。買い物に訪れている客は。仕事で駐在してます。日本の食材は結構何でも揃えますね。今天是带着宝宝一起过来的，他比较喜欢吃一些日本的小零食，所以带着他过来一起选了一些。日本ではおなじみの食品が中国で売れるには、中国の消費者に受ける理由がある。こちらの棚だけでもですね、いくつかの種類のうどんが陳列されています。実は中国では冷たい麺類を食べる習慣ほとんどないんですね。なので中国人にとって温かいイメージがあるおうどんの方が親和性があると言われています。続いてやってきたのは菓子売り場。こちらのカステラなんですけれども、最近は中国国産のものもたくさん出ています。例えばこちらの商品なんですけれども、実は味も品質も全く遜色しないものなんですよ。中国産でも生産の質が高い商品が増えてきた今、安心安全として信頼されてきた日本産食品にも変化が求められている。そこで輸入のスペシャリストにポイントを聞いてみることに。関鉄国際貿易の張さんになります。張さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。張さんは主に日本の菓子や調味料を輸入している。大連の港に本社を構え、そこを拠点に輸入した食品を中国全土にある1万店以上の店舗で販売している。張さんにはバイヤーの立場から今売れている菓子のポイントを解説してもらった。売れる日本の菓子その1。このスーパーで取り扱っている北陸製菓の40アイテムのうち、人気ナンバーワンのこのビスケット、ここに中国市場で受けているポイントがいくつもある。まずは日本でも愛されているこのキャラクター。やはり日本のキャラクターは中国の子どもたちにも人気がありますね。さらにバイヤー目線で売り込みやすい理由として、パッケージのサイズ展開が多いことも挙げられる。量やパッケージの種類があるとお客様のニーズによって選べますし、私たちはいろんなお店に紹介しますので、バイヤーさんにおすすめしやすいというようなメリットもありますね。続いてのポイントは成分をアピールすること。健康志向の中国の消費者にとって大きな魅力となる。可愛くて美味しくて、同時にカルシウムも摂取することもできますので、お母さんの方にも大好評されました。こういうポイントがあるとベビーの専門店なんかにもチャンネルが広げられますよね。売れる日本の菓子その2。若い女性を中心に非常に人気が伸びています。中国で一般的に販売されている飴より甘さが薄いんです。だから健康志向の強い人たちにとってはすごくいいんですよね。そうですよね。甘さ控えめだと、食べている時の罪悪感も控えめになりますね。そうなんですね。色とりどりのキャンディーがひときわ目を引くこのパッケージ、見た目にも手に取りやすい理由があるという。透明のパッケージで中身がちゃんと見えますよね。どんな商品なのか分かって安心感があります。
さらにこの和風の包装はやはり中国の人から見ると魅力的です。パッケージがすごくお上手だと思います。職人による手作りのこの商品、見た目にはわからない商品背景もバイヤーにとっては特に展示会などで重要だという。販促イベントなんかでお客様に直接説明することもありますから、こういうストーリーがあるものはやはり消費者にも響きます。日本の匠の技とか聞くと魅力的ですよね。では反対に日本製品があまり参入できていない菓子類はあるのだろうか。このコーナーはですね、輸入ポテトチップスの専用コーナーですが、日本製のポテトチップスあんまり陳列されていないですよね。中国はもともと濃い味が好きですね。味が本当にこんなに豊かですね。今売れているのは魚の唐辛子煮込み風の味など、中国人好みの味が濃いものだという。ポテトチップスには日本製品が参入できる余地がまだまだありそうだ。人気の菓子を例に売れるポイントを解説してくれた張さん、これからの日本の製品には安心安全プラスアルファを求めていると話す。私が子どもの頃はですね、日本の製品は安心安全でというのがとても特徴的でした。でも中国の国産商品も良い方向に変わってきまして、安心できる商品というのがたくさん出てきました。だからこれからの世代には特徴がないと手になかなか取ってもらえないというのが時代の変化としてすごく感じております。大連の菓子売り場からこれからの日本製品の課題が見えてきた。次世代の消費者の特徴にも目を向けておきたいところですね。張さん、今日たくさんお話を聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。国産品の向上や消費者の意識の変化、大連を通じて見えてきた中国市場は刻一刻と変わり続けている。日本から近い中国の入り口大連、今時代や世代を意識したアプローチが求められている。バイヤーの張さんの話はお菓子が中心でしたが、他の分野でも参考になるヒントがたくさんあったのではないでしょうか。中国の人々の考え方が変わってきた今、これからの中国の消費傾向をしっかり見つめていきたいですね。